はい、どうも皆さんこんばんは、しょうがないとです。ですね、実は、最近ですね、旅行にちょっと行ってました。ちょっとダイジェストにまとめてみましたので、まあ、一旦そちらご覧ください。どうぞ。夢を見ていたい影のように美しい物語だけ見てたいわいいよわまたトゥ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 16だから Swing the 69何々誘われてはいはいはいあなたにさらわれてはいはいはいセンチメントはい、ということでですね、今回は直島と手島にちょっと一泊二日で旅行に行ってきたんですけども、一個ね、こう感想っていうのをお伝えするとしたら、一泊二日は短いですよね。やっぱり島って、結局新幹線とかで、まあ、近場まで行ってまた鈍行とかに乗り換えたりとか、特急とかに乗り換えて港の方まで行ってそこからフェリーに乗るわけですよね。でフェリーに乗ったあとまたその島に着いてからバスに乗って移動したりとかレンタサイクルを使って移動したりとかっていうようなことになりますので結構こう、いろんな時間がかかるぞっていうことも、踏まえて行ったつもりではあったんですけども、時は金なりっていうんでしょうか。ライフタイムリスペクトっていうんでしょうか。本当に三木道山状態で、一生一緒にいたいなっていうような気持ちになっているのに、なってはいるのにもう帰らないといけないねなんていう風にやっぱどの場所に行っても時間が足りない足りないっていうような感じになっちゃったので、まあ最低やっぱ2泊、なんだったら3泊行く島を増やすんだったら4泊5泊まあ1週間ぐらい見ても全然飽きないような感じになってるかと思います。瀬戸内海の島はね、瀬戸内アートフェスティバルっていうようなお祭りとかが開催、毎年かな各年かなで、されてたりとかして、結構ね、いろんなアート作品、直島とかだと特に草間彌生先生の、でっかいパンプキンが、お見受けしてるような島だったりだとか、安藤忠雄さんの、地中美術館というような島が島じゃない美術館があったりとかねしますのでそういったものとかを見に行くにしてもやっぱり時間が足りないのでやっぱり一つの島に一泊っていうような計算心づもりで行かれたらいいかなと思います。はい、まあ、これからの季節ね涼しくなってきてちょうどいい季節になってきたかなと思いますのでぜひ秋のご旅行にどうぞご検討くださいということで、私もこの辺で終わりにしたいと思いますので皆さんそろそろお引き取りください。